はい、皆さんお世話になります。リサクの YouTube の時間がやってまいりました。どうもありがとうございます。イエス。はい、今年もですね、皆さん、あの暑いあの季節がですねやってまいります。仕事の際、暑いよと、そんな皆さんの強いもう味方、はい、あのバートルさんのですねファンジャケット、はい、まあバートルさんの名前で言えばエアークラフトですね。空気を取り入れてですね快適に涼しく使いましょうということで、その大人気のバートルさんのエアークラフト、またまたですね2023年度新モデルということで、エアのパワーも時間もですねパワーアップということで、使いやすくで、まあもちろん職人さん本当に夏マジやばいです。この高いところで暑いところで作業してるの汗だくで仕事としてると、もちろん倒れちゃうっていうこともございます。そんな皆さんの職人さんの本当の強い味方ということで、今年もですね2023年モデルはパワーアップしてますんで、快適に仕事を使いましょう、涼しくということで、少しでもその新型のエアクラフト、今回ですね皆様にご紹介したいと思いますので、よろしくお付き合いください。ありがとうございます。はい、ということで実際に来てみました。すいません、いきなり来ちゃいました。はい、これがバートルさんの2023年の新型のエアークラフトでございます。ちなみにこれ限定色でございますので、バッチリイエローでございます。で、これをこの快適なこのエアークラフトを使用するにあたって3つ必要なものがございます。はい、まずはバッテリーですね。はい、バッテリーが必要。そしてファンですね。ファンがないと空気を送ることができません。そして今私が着ているこのジャケットというかベストなんですけれども、この3つ、バッテリー、ファン、服、ジャケットですね、この3つが揃ってですね初めてエアクラフトとして成り立ちます。空気がガー涼しいということになります。はい、実際にですねまず皆さんに使うところを見ていただきたいと思います。これ中にですね、内ポケットの中にバッテリーが仕込めるようになってます。はい、でこれが電源ボタンですね。ちょっと失礼します、長押しします。はい、今 9V モードになってますが、6、9、13、19と、まあ4モード使います。ちょっと失礼します。お、涼しい。おー、風が今までのモデルの中で最強の風が強いです。ちょっと強いんでごめんなさい、これ一番弱くします。ちょっとあんまり強いんで 13V モードにしときます。で、これで使っていただいて、お、涼しい。これは、はい、エアがここから取り入れられてですね、今膨らんでおります。中に空気が入ってですね、常にこう扇風機の空気がくーっと体の服の中を駆け巡ってるようなイメージで、非常に涼しいです。まあちょっと今暑くないんであれですけど、寒い、周りがそんなに暑くないんでちょっと寒いですけれども、これが夏の暑い時だともう最高の味方になりますということなんですけれども、これを使うにあたっては3つ必要、まあバッテリー、ファンと服が必要ってことなんですけど、まずはこのバッテリーですね。これがまた新型、2023年の新型になりましたということで、今年はこの2色ですよ、ブラックとミルスグリーンということで、はい、色ちょっとまあ出してないんですが、これがブラック、そしてこちらがミルスグリーンということで、グリーンがかった色になっております。はい、でですね、よいしょ、デザインが一新されてかっこよくなりました。前は一色だったんですね、黒なら黒一色だったんですけれども、ここにアルミのプレートのようなものがですね入った感じで、かなりこうおしゃれなデザインになっております。ちなみに型番 AC360 ということなんですけれども、特徴は前のですね2022年は約というか 17V の出力で出せました。かなりパワー強いです。ですけど今回もちろんバートルさんは毎年パワーアップしてます。19V までですねパワーアップということで、さらに風の量が強くなりました。はい、ちなみに時間がこちらです。19V モード、13V モード、9V モード、6V モードということで、4段階のパワー調整が可能ということで、最強で使った場合約このぐらい使います。
まあ、強で使った場合 7.5、 でまあ 中の下ぐらいで13で、一番弱くすると約30時間使えますよということでございます。なので暑い時には本当に最強で使ってもらって、まあちょっと日が落ちてきたりゆっくり収まってきたかなっていう時にパワーを落としてもらうと1日通して使えるのかなということなんですけれども、注意点は最強モードにした際にまあ約6時間ということなんですけども、最強だとパワーが強いのでモーターに負担がかからないようにバッテリー、約1時間経つと自動で 13V モードに変わりますので、それを合わせて最初の1時間が 19V、 そして残りの部分が 13V モードになりまして、で約6時間使えるということでございます。まあスイッチ入れ直せばその都度最強の 19V で使うこともできます。ということでこのバッテリーが、まあ、新しくパワーアップしましたよということになります。はい、でまず2番目にですね、次はバートルのこのファンがですね、また今年も限定4色ということで、アーバンブラック、ライム、ハニーピンクとスパイラーレッド、そして通常色のブラックという5色体制でやっております。ちなみにこんな感じですね、なかなかですね、パッと見、お、これは目につくハニーピンク、そしてスパイラーレッドで、ライム色からこちらが結構人気らしいですけど、アーバンブラックということでちょっとラメが入ったように見えますね。で、まあ、あとは通常のブラック、まあ落ち着いた別に、まあ色黒が好きな方も多いので、この5色ということなんですけど、このファンもですね変更がございました。まずこのファン風量がアップしてます。はい、1秒間約90リットル分の空気が送り出せるようになりました。ちなみに前の2022年モデルは、1秒間に80リッターだったんですけれども、それが90リッターまでアップしたので、さらに空気を送るようになってます。で、細かいところなんですけども、このファンの羽の数がですね変わりました。前が約、まあ、大体7枚刃だったんですけども、はい、5枚刃になりました。ちょっとですね、ファンのこの1枚1枚のこの羽の大きさが大きくなりまして、多分大型化して安定させたのかなと思われます。すいません、まあちょっと開発の方ではないんで私もあれなんですけども、風量がこの改良したことによってさらにアップということなんで、新型同士のバッテリーでしたら90リッター分の空気が送り出せるようになっているので、今一番強いパワーで使えます。で、ご注意点があるんですけども、バートルさん去年の2022年のモデルから、実はこのモデル2023年は、互換性ございます。2022年、去年のと2023年は互換性ありということなので、前のバッテリーもしくはファンをお持ちであれば新型と組み合わせて使うこともできます。やったねーということで、まあ、バッテリーはちょっと壊れちゃったけどファンだけ残ってるとか、逆もしかり、そして、まあ、もっと増やしたいという場合に、互換で一緒に使うこともできます。ただその際に片方いずれかが旧モデルであった場合は、どうしてもバッテリー、パワーがアップしたとしても、旧前の去年のファンの場合はパワーは落ちます。去年のモデルの出力に落ちちゃいます。どっちかが、いずれかが去年のモデルであれば互換性はございますが、ただ新型同士であれば、2023年同士の新型であれば最強のパワーがお使いいただけます。はい、ということで互換性あり、ただ、はい、ご注意点は2021年から下のモデル、ここが境目です。2022年2023年はお使いいただき互換性があるんですけど、2021年からは2021年のモデル以下のものは全く使いませんので、それはどうしてもやっぱ出力の差に大きく隔たりがあるので互換性なしということなんで、去年と今年のモデルのみ互換性ありということで、ここ注意ポイントでございますのでご了承いただければと思います。ただ、まあ、しっかりバッチリ涼しく使います。で、去年からですねパワーアップしまして、このファンの方なんですけども、実は水洗い OK ということで、それまでのモデルはですね、2021年のとかのモデルは汚れても水で洗ったりするとやっぱ壊れちゃうんでダメでしたけれども、去年とこの新今年のモデルは水洗いできます。ただ注意は、ちゃんとキャップを閉めてもらって
ドボンはダメです。あのこの状態にして水でシャワーでジャーッとキャップしてですよ、してあの洗うことはバッチリです。ただ水の中、水槽の中にドボンって入れるのはさすがに NG ということなんですけども、水洗い、シャワーとの水洗いはバッチリ OK ですよということで、ここは嬉しいポイントになります。次にですね、気になるポイントはこのバッテリーの充電時間ですね。やっぱり日々使いますので、どのぐらいで充電できるんですかっていうのは気になると思うんですが、はい、こちら 3.5 時間ということで短いんですけども、実はですね、それまでは、以前はですね約7時間とか結構時間が長かったんですよ。で、1日にちょっと帰りが遅い場合は満タンになる前に終わっちゃったなんてこともあったんですが、2022年、そしてこの2023年の新型は短い約 3.5 時間で満タンになりますので、すっからかんのゼロの状態でも 3.5 時間で約満タンになりますので、1日の帰りが遅くても、まあ、寝てる間にすぐ満タンになってしまいますし、仕事の合間にちょっと時間空いた時に充電しておけば、さらに延長してお使いいただけますよということで、安心の 3.5 時間になっておりますので、非常にこう短くなっております。はい、ではですね、実際にファンとバッテリー、はい、そしてまあ服なんですけれども、このまず2つどんなものが入っているかっていうのをご紹介したいと思います。まずはじゃあバッテリー先行ってみたいと思います。こちらですね、デザインがかっこよくなりまして、一新されましてですね、こんな感じでささっと、これがバッテリー、よいしょ、はい、メタルな感じで素晴らしい。そしてご安心ください、パパーン、後ろの方にですね100ボルトの、ごめんなさい、これ充電のですね、充電器の方もついてますので、これを、ここの、あ、ここか、蓋にさせていただいて、あとはコンセントにズボリンコで、充電バッチリできますよ。約 3.5 時間で充電できます。ということで、この、バッテリーと、この充電器もついております。これがセットと。そして、続きまして、ファンの方ですね。こちらは、失礼します。よいしょ。これよく聞かれるんですよ、このパッケージで、お客さんの中にはファン、この2つこうやって持ってくる方がたまにいらっしゃるんです。まあ分かりにくいんですけど、これ1個でちゃんと2つよくでしょ入っておりますので、ご安心ください。お、1つで大丈夫です、2個ついてるんで、この2つがついております。はい、ケーブル、まあこれはちょっと連結させるためのケーブルと、あとまあゴミ防止用のこういったフィルターみたいなのもついてますので、現場によってどうしても粉塵舞うようなところだとつけていただくと故障しにくく使えますということで、これがファン2つとケーブル、そしてバッテリーと充電器ということになります。はい、では取り付けの方ご案内したいと思います。まずはこのジャケットというかファンジャケですね、こちらをご用意していただいて、すみません、よいしょ、チャックなんで、ごめんなさい、これタグが付いてます、失礼します。中開けるとですね、これは、コーティングしてあるので、これひんやりして涼しいですよということでございます。で、穴が開いてますね、これここがポイント、味噌になります。はい、で、これここ外せるようになってますんで、これを外してもらって、はい、よいしょ、こっちもこれ両方つけなきゃなんないんで、で、ポイントはまあこの B が、このバートルの B が見える状態で、これが下になるような感じですね。下から、このようにセッティングしていただいて、で、こちらも同様にですね、これが、ここに差し込み口があるのを下にした状態で、下からこのようにセッティングさせていただきます。で、これが止め輪になりますので、これで、ここを押さえながら、くる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 。はい、バッチリ。そしてこっちも押さえながらくる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 ということで、簡単ですね。これで、はい、もう取れませんので、ここの状態に、はい、ちょうどバッチリくっついた感じになるのがお分かりでしょうか。はい、B が下になるようにしてもらってお付けいただくということでございます。で、ファンの方をセッティング終えたならばですね、次にご用意するのがバッテリーとこのファンケーブル、これがポイントでございます。で、こちらが実は長い方と短い方あるんですけれども、ポケットの左か右かに応じて、利き手に応じてなんですけど、まあ、例えば左のポケットに入れたいなという場合はこのファンケーブルの短い方を左側にして、ここがジャックの口になるんですが、実はですねポイントがあります。これ
脇に結構こうって入れるとちゃんと入らないんです。実はぼっちが2つついてます。横にパカパカと分かりますか、これがついてるんで、これを真横の状態にして差し込みます。そして入れていただいて、実は横にひねるようになってます。はい、実は、はい、もう一回ちょっと取ります。これはですね、去年のモデルからなんですけど、このぼっちがつくようになってます。この状態で、真下に、平行にした状態で入れて、はい、そしてこの状態にせずに回すんです。これで6分かかるんです。実はですね、その前のモデルとかはこれがついてないんで、使ってる作業中にこう抜けちゃって、勝手に抜けちゃって止まっちゃうってことがあったんですけれども、このようにちょっと入れ方にコツがあるんですけれども、このぼっちが左右になってる状態で入れて横にすることで6分かかるんで抜けないようになってます。これがポイントになります。ポイントでございますね、ここですね。でこれを装着したら、次にもう片方の方ももちろんこれがついてるので、この並べたような状態に、横に状態にして、このまま差し込んでいただいて横に倒す。これでロック OK ということで、この余ったコードは中にですね、こういったのがついてるんで、これちょっと服によって少しですね、付け方が微妙に違いますので、まあオーソドックスにこんな感じで完了というのと、あとこちらがポイントの、そのバッテリーにつける部分なんですけど、こちらはここの部分に通していただいて、はい、これでおおよそ関係完成ですね。でこの内ポケットにバッテリーを入れることを想定して、ここに入れるんですけれども、あ、ここかな、このようにして入れていただいて、このケーブルのこのオレンジの部分を、こっちが充電、こっちじゃないですよ、こっちのこれがついてる方が充電の方なんですけど、逆の方に差し込んでいただいて、これで、はい、あ、ごめんなさい、バッチリ完了ということで、これでスイッチオンで、あ、おお、あー、来てます。これは風がやばい、寒い、これはもう今年の夏は本当マジ暑いですから、もう私夏は苦手でして、そのただでさえですね、本当暑くてダダダダダダ、あ、この時にこのエアクラフトバートルのを使っていただけると快適に作業できます。でこの2023年のモデルはですね、こういったジャケットも長袖、半袖、そしてベストタイプといろんな種類がございます。もちろんハーネス対応のものもございますので、新型と小物も一緒に使っていただければと思います。一番涼しいのは、あの長袖のタイプが一番涼しいです。どうしても空気が循環しますので、ただ作業していると結局邪魔になると、作業しにくいということで、近年はこのベストタイプとこの半ジャケットタイプっていうんですか、の半袖タイプが主流になりつつあって、これがやっぱり作業する際に手が邪魔になるので快適ということなんですけれども、現場によっては長袖じゃないとダメというところもありますので、現場とかそういった状況に応じて選んでいただければのなだと思います。はい、でまあやっぱりバートルさん大人気で、例年ですねやはり暑い時期だと欠品します。ですので気になる方はまだまだ限定色もたっぷりございます。この際にバッテリー、ファン、そしておしゃれなデバイスですね、入れ物と一緒にジャケット系、ベスト系と一緒に絡んでいただければ、もうぜひ快適にこの夏を乗り切れるのかなと思いますので、ぜひ気になる方はお早めにリサクワークス要チェックでよろしくお願いいたします。リサクワークスでは新商品やお得な情報をどんどん流しますので、こちらチャンネル登録よろしくお願いします。